お疲れ様です。みこです。はい、皆さんいかがお過ごしでしょうか。この動画がいつ出るかちょっとわかんないけど、今ちょうどね、台風がそろそろ大阪の方にもやってくるんじゃないかみたいなタイミングでですね、いやまだかな、まだ九州の辺にいるから、今回の台風すごいすごい言ってめっちゃ遅いから、なんかもうめっちゃ構えていろんなリスケしてね、あのリハーサルとか、あのこういう譜読み会とかをめちゃくちゃ変えたりした割にはですね、あのなんかまあ当日になったら大したことなさまあまあ良かったですけどね、それはね、逆にね、ということで、まあね、あの九州とか、ね、沖縄とかの方はなんか大変やったのかな、うん、と思いますね。で、私は今日何をしてるかというと、このスタジオに入ってですね、あのこの隣に部屋があるんですけど、隣の部屋とクーラーの温度を上げる下げるの戦いに身を置いておりますね。なんか多分親気がこっちなんやろな。ほら、また20度になって。あ、ちょっと寒いねんって、そんな20度とかにしたら。でもここの人が多分なんかドラムかなんかやってて20度にしたい、みたいで、私は23度とか25度とかに上げるんですけど、はって振り向いたら20度になってんすよ。また上げたろ。もうね、これは負けられない戦いですよ、ほんと。ないですか、こういうの。レッスンですとかいっぱい並んで、バイオリンの先生とか、ピアノの先生とかないですか。なんか親気があってさ、そこを変えると全部それになっちゃうみたいなやつありますよね。なんでやねんと思うんですよね。まあまあ、しょうがないですね。そういう仕様なんでしょうね。はい。ということで、まあその録音とかをちょっとしておったんですけど、今度ね、9月6、7、8と東京に参ります。はい。なので、またね、東京、もう申し込みももうすでにたくさんいただいているんですけど、あ、知らんかった。みたいな人もいるかもしれないんで、よかったらね、参加してみてくださいませ。ね、ちょっとざっくりと予定を言っておくとですね、9月6日の金曜日が夜ですけど、ビバルディのアーモール、あのミラララララっていうやつですね、あれをやろうかと思いますね。ミラララ、この多分前後して出てると、これをやろうと、一楽章やろうと思います、みんなでね。6時45分かなんかかな、渋谷です。はい。まだ枠ありますんで、よかったらぜひね、いらしてください。今回今申し込んでる人ね、低音楽器がね、複数にいらっしゃいますんで、チェロとかね。だから、通奏低音を弾いてもらおうかなと思ってるんで、ちょっとアンサンブルっぽい感じになるかなと思いますね。はい。そうです。で、翌、9月7日は、まあ、これがメインで今回行くことになったんですけど、受験の、ライブでございます。で、今回受験は2人編成で行きますので、私とギターですね。で、2人で行きます。2時半からワークショップで、17時からライブって感じになってます。銀座です。銀座豆彦。前もさせてもらったところですね。受験の曲を、まあ、やってみようっていうワークショップなんですけど、受験の曲の中で、君とスカイっていう曲と、ダンデライオンっていう曲と、メトロノーム18号っていう曲を3曲、まあ、私らと一緒にこう、譜読みして、最後みんなで弾いてみようみたいなことをやるのが、まあ、2時半からありますよということで、まあ、今回は私とギターが行くので、まあ、バイオリン、ビオラ、チェロあたりは私が担当しましょうか。で、ギターとか、ウクレレとか、まあ、マンドリンとか、その辺とかは、そのギターの人がして、まあ、他には持ってこれる楽器であれば、鍵盤ハーモニカとか、なんかそんなんでも大丈夫です。なんていうんですか、電源とかがないので、エレキじゃないと出ない楽器はちょっとあれなんですけど、まあ、持ってきて弾けるアコースティック系の楽器であれば大丈夫でございますね。よかった。こちらはね、受験の方から申し込んでいただくって感じなんですけど、まあ、なんかチラシを貼っとこうか。これですね、これですね。はい。な感じで、よろしくお願いしますね。ちょっとライブも久しぶりですね、東京に行くね。はい。で、その翌日、9月8日8日日曜日、この日はなんやかんやてんこ盛りで吉祥寺でスタジオを撮りました。ですね、朝からですね、もうちょっと時間の詳しい情報とかはここの下の概要欄のところに踏み子まとめリンクみたいなのがこう貼ってます。踏み子まとめこちらみたいな、あれちょっと怪しいサイトじゃないので、私のホームページみたいな感じです。で、私のその申し込み先のリンクだったりとか、そのイベントのね、とか、そのダウンロードここからして楽譜置いておくからがダウンロードしてねとか、あとはその予定がね、ずらっと。大体ね、そうそう、申し込み先のリンクがダババッとあって、その後に、まあ、楽譜のダウンロードみたいなダダダとあって、で、まぁ、ちょっと受験の曲の、CD、じゃあ、曲こんな、Spotify とかからも聴けるよ、みたいなのがあって、その下にずらーっと、その、いわゆる何時から何時で、スタジオどこで、参加費いくらで、そう、スタジオの住所とかも全部書いてるみたいな、のがずらーっと載ってますんで、そちら見ていただいたら、その、
内容がね、わかるかと思います。はい、そっち見て申し込んでいただけたらと思います。はい。で、ですね、その、9月8日なんですけど、1個目、4コマ、90分を4コマやろうと思うんですけど、1コマ目は、ジブリで使われた洋楽っていうことで、カントリーロードとザ・ローズをやろうと思います。カントリーロードは耳を澄ませばで使われたやつですね。エンディングの方です。オープニングの方の曲じゃなくて、エンディングの方の、あれで、編曲されたやつですね、日本語で。やられるです。まあ、これ前後して動画出てると思うんですけど、まあ、それをみんなで弾いてみようっていうのと、ザ・ローズは思い出ポロポロかな、うん、の、ラストなんですかね、あれで出てきた曲ですね。まあ、元ネタですね、別に有名ですけど、ザ・ローズ。はい、その曲をやります。これは比較的、こう、楽譜面的には2つともそんな難しくないです。もう短い A4 1枚でいけるぐらいの楽譜で、なんですけど、ごめんなさい。これはね、ちょっと楽譜買っていただかなくといかなくて、最近、ジブリ集100みたいなやつとディズニー集100みたいなのが出てるんですよね。これからもね、ちょっとそういうのいっぱいやっていこうと思うんですいませんが、それを買ってくださいということで、その楽譜の、まあ、アマゾンリンクなんかも貼って、まあ、別にアマゾンで調べてもいいし、まあ、お近くに行ってる、よく行く、ヤマハさんとか、なんとか楽器とかのバイオリンコーナーとかでは大体置いてるんじゃないかな。まあ、取り寄せたりしてもらえると思いますね。結構最近、大きめのとこやったらどこでも置いてるけど、まあ、バイオリンの楽譜あんまり置いてないようなとこやったら取り寄せって言ったら結構すぐにスッと来るんじゃないかなと思います。アマゾンとかでも売っておりますね。はい。ので、まあ、その情報も、そのリンクとかには入ってますけどね。まあ、持っといて損はないんじゃないこの曲集っていう曲集です。いろんなもう有名な、ジブリのね、各作品の曲が、その、すごい長く全曲っていうんじゃなくて、なんか、ええとこだけ全部入ってるみたいな。まあ、全曲弾くバージョンもあるんやけど、なんかこう、一番だけダーンって乗ってるみたいな感じのが、いっぱい100曲入ってて、結構なんかその、まあ、ジブリとかディズニーとか好きやっていう人は、持ってて損はないんじゃないかな。しかも、バイオリンで弾きやすいように、こう、いろいろ指書いてくれてたりとかするのでね、楽しい曲集かなと思います。まあ、それを買っていただいて、まあ、今回はこのカントリーロードとザ・ローズをその中からしようかなと思ってますね。で、もちろんその、もう、結構その初心者よりで、その簡単な楽譜とはいえ弾くのは難しいっていう人も、まあそこそこそんなかん、なんていう、めちゃくちゃ難しい16分布がバーバー並んでるみたいな曲じゃないから弾きやすいかなとは思いますし、逆にもう手慣れた人っていうのは、ああいう曲って弾きにくないですか？簡単すぎて。なんか4分音符と8分音符しかなくて、しかもすぐ16小節とかで曲終わってもうて、そう人前で弾こうにも、そのなんかその幼稚園のこの演奏やないねんからみたいな感じで、そのなんか初心者の人で頑張って弾く感じやからいいけど、結構パレパレって弾けてる人は、そういう曲だけ見せられても、それをじゃあその人前で演奏しますってなった時に、じゃあどうするっていうんで、まあ、なんて安易な考えとしては、じゃあ繰り返すかとか、2回目オクターブ上げるかぐらいしかなんかないと思うんですけど、まあ多分そういう時にどうするかみたいなのもね、そこで具体的にちょっと言ってみようかなと思いますね。っていうかまあ私が楽譜配ると思います。こんな風にしたらどうですかみたいな。うん。ですね。レベルがそんなレベルじゃなくても弾くので精一杯っていう人は、指番号を全部書いてる楽譜をお配りしますんで、その当日。それ見ながら弾いてもらったらいけるんじゃないかなと思います。二コマ目が、ディズニー枠ですね。レディゴーと、アラジンからアリ王子のお通りっていう曲ですね。アナ雪のレディゴーとアラジンのプリンスアリーですね。曲です。はい。これはね、逆に結構楽譜見てもらったらわかるんですけど、これはだからディズニー集の中に入ってるやつですね。これはですね、あれです。結構楽譜ちょっと複雑です。うん。その楽譜通り弾くだけでもちょっと難しい。まあ、しかもテンポが早かったりしたら、手慣れてる人なら、まあ、いけるかなと思うけど、調とかも途中で変わったりとかするので、なんですけど、逆に言うと、さっきのあれじゃなくて、楽譜通り弾ければなんとかなる。もうそれで万々歳の曲です。ちゃんとその曲になります。なんかね、簡単すぎてなんか、つまんないなみたいな感じで、あんまならないんじゃないかなと思いますね。はい。というわけで、まあ、そういうね、もちろん、ま、なんか凝りたい人は凝ってもらってますけどね。で、これはそのバイオリン4に出されてる楽譜なんで、若干、多分、レディゴーが曲、キーが違うかな。いや、プリンスアリーもキーちゃうかったような気がするな。そうそう、キーが変わってたり、あとは、ま、長さが、実際の、
あのオリジナルの長さよりは短くなってたり、まあ有名なとこだけって感じね、やってったりしますんで、その楽譜でやります。はいですね。その後非公開ですね。非公開はまああの8曲通すって、まあたまに私が YouTube ライブなんかで通しましょうとかってやってるやつですね。だいたいまあ2回ずつぐらい通していって90分で終わるという感じなんですけど、まあ時々ね質問を受けたりするんですけど、これってまあその非公開8曲課題曲があって、なんかそれについてレッスンというかワンポイントみたいなことをやってくれるんですかみたいなことを聞かれるんですけど、ほぼやらないです。ただ通すだけですね。これは私がそれが大好きだからです。じゃあ、大好きだったんですよ。私が自分が勉強してる時に好きにやらせてくれるっていうのはなかなかなくて。なんかこう弾いてるうちにですね、なんか、これってさ、なんか、弓こうじゃなくて別に、こう逆にしたらあかんのかなとか、全部切れって書いてるけどスラーやったらあかんのかなとか、ちょっと余裕のある曲やったら、なんか裏パートみたいな弾きからハモってみたらあかんのかなとか、あとまあ曲によっちゃちょっとクラシック寄りの曲やったら、私これセカンドバイオリン弾いたことあるから、セカンド弾いてみようかなとか、そういうのもう自由にやってほしいんですよ。で、その自由にやってる場所がほんとなかったなと思って、で、その、私、ポップスの方とか行くようになって、セッション会とか行くようになったら、逆に言うとそれをしないといけないわけなんですね。みんなの同じこと言ってるわけにいかんので、じゃあ私、裏パート行きますとか、やらないといけなくて、別にそれはその場で作れなくても、めちゃくちゃ用意していってもいいし、まあ私なんかこの非公開っていうのも、完全にその動画とかにも出しちゃってた、あのサイズで、あの調でやりますんで、なんかその、まあ例えば、ギターの人とか、フルートの人とかで、バイオリンの楽譜そのまま弾くのはちょっと難しいっていうようなやったら、なんか簡単にしてもらったらいいしっていう、なんかそういう訓練をする場所があったらめっちゃ良かったのになって私思ってて、私はね、ちょっとむっちゃ話飛びますけどすいませんね。ミラーリングっていうんですかね、なんてその真似するの得意だったんですよね。まあ、あんまり、なんだね、モノマネとかはようやらんタイプなんですけど、その先生の授業というかレッスンに行った時、ちっちゃい時ね、行った時に、その、言葉に直して、例えばビブラートってどう書けるんですかみたいになった時に、ここをこういうなんか角度でやって、このように動かしてって言われたら意味わからなくなっちゃうタイプなんですよ。先生がそこで、ここ隣でこうだよってやってくれたら、その真似を体がするっていうタイプの子だったんですね。これ、いろんなパターンの人がいるんですよね。その学ぶのを自分の中に入れる時に、その、大人の人で結構多いのは、一体それが今何をやってるのか言葉で説明してくださいっていう人がめちゃくちゃ多くて、まあそれは別に、それで分かりやすい人は多分、YouTube なんか言葉で説明してくれてる先生いっぱいおるから、やんすけど、それ言われると私本当分かんなくて、なんかこの、まあダンスを覚えるんじゃないですけど、先生が弾いてるその手の角度とか、弾いてる形とか、私特に最近まあ、クラシックの方からアイリッシュの人だったり、ジャズの人だったりで一緒にやった時に、なんかその、これとかやってんの、これどうやってんのみたいな、なんかね、みたいな、いらってんの、どうやってんのとかいうのを、言葉で説明されても全然わかんなくって、その人が目の前でやってくれてるのを見たらもう一瞬でわかるっていう、なんか頭ではわかってない、自分では説明できないけど、体が同じように動くっていうタイプ、これでいるでしょ、絶対。そのタイプじゃない人は、いやいや、言ってんのって感じかもしれないけど、そのパターンが3パターンぐらいあって、その理論で理解して、その言葉で理解して、どこの筋肉を動かして、どれ、何度ぐらいでの角度でとかいうのが知りたいっていう人も、それやっとすごいわかるっていう人もいる。これは多分ね、論理的な考えの人かなと思うんですけど、あとは、なんか耳で、先生が真似してくれたら、その真似するから。うん。そうね、3歳とか4歳であんまり日本語通じへんみたいな、年の子とかは結構こっちの方が強いんですよね。うん。先生が弾いてるやつをそのまま真似するみたいな感じの。うん。私結構そっちやった、ちっちゃい時は。で、その後、私が、結局行き着いたのは、なんか好きにやらせてもらえるのが一番なんか、先生、じゃあ次この曲やろうっていう課題はくれるけど、とりあえず見といてって言われて放置されるのが一番早く上手くなったんですよ。なんかね、なんか、構成合わせって言われた瞬間に、もう、そうしなくちゃみたいな。これは、だから、こういう風に練習しましょう。ここをまず、10回ずつ弾いて、次はこのポジションに移る練習をしてとか言われたら、それ絶対やんなくちゃいけないと思う。なんか、ちょっと偏った脳のね、あれなので、そこに囚われすぎて弾けなくなっちゃうんですよ。弾けるもんも。で、それが全部なくなって、好きにとりあえずやっといてと。で、あまりにも変やったらどっか直すからっていうタイプの方が私は良くて、最終的には、もう先生が見本も見せず、じゃあ今度これやろう。っていうのをやって、で、それで分からんかった場合が、先生が説明しても分からなくって、弾いてくれたら、なるほどって分かるっていうタイプだったりで、そういう人なんかの、レッスンの場所がないなと思って、めっちゃなかったんですよね、なので、
それこそさ、本で説明してくれてるやつとかもいっぱいあるんですけど、あんなんもう全然わからんさ、私。横で弾いてくれたら、なんかね、憑依する。なんていうの、見て理解するとかじゃなくて、横でその上手い人が、その私ができへんやつをやってくれたら、できるようになり、なんか憑依する、それが。そのタイプなんで、まあなんかそんなタイプの人も多いんじゃないかなと思い、非公開は基本それやってます。だからみんなでワイワイ弾くことで、自分と違う弾き方してる人とかが周りにいっぱいおることにより、あと違う楽器なんかもいることにより、なんか憑依していくっていうか、それが。ので、なんか、今の私弾いたみたいな、やつがなんか私は面白いなと思ってるので、特にこう、こうしてくださいとか、こうしましょうとか言いません。非公開では。その代わり、結構好き勝手やってください。なんかハモリとか。まあ、あんまり結構上品な方が多いから、そんなバリバリね、まあ、アドリブコーナーとか特に作ってないですけど、なんかこう、勝手にそれこそ今、おもちゃの交響曲の一楽章とか弾いてるから、まあ、あれクラシックやからね。私は、なんか昔アンサンブルでセカンドやったわ、みたいな人はセカンド持ってきて弾いてもらって全然良くて、そんなやってもらってもいいし、なんか難しいパートちょっと調整してみたいけど、ここがどうしても弾けないともうそこ弾かんでいいです。そこだけ難しくないパートに貼り直してもらっても全然良くて。一応私はいろんなこうね、こんなんどうでしょうかみたいな出してるけど、まあ、好きなようにやってくれたらいいです。はい。っていう感じですね。はい。非公開そういう感じなんで、ちょっと話しながらなりましたけど。で、その次が深掘り講座っていうのが、まあ、この日のラストワークショップで。右手強化。今回は右手強化でいきましょう。まあ、これですね。しっかりとその圧をかけて音を出せるかっていうのとか、あとまあ威厳の練習とかね、とかね、あとはスピカートとかね、こういうの、こういうのばっかりちょっとやって、右手に特化した練習をちょっとやってみようかな。まあ、それによって音がだいぶ良くなるので、同じ曲弾いてても、まあ、それやるバレたやった後ではだいぶ変わるんじゃないかとか、あとはま、スピカーとかちょっとわからんねんな、みたいな人は時々いるので、まあ、そういうのやってみてもいいかな、というふうに思います。はい。というわけで、その後、オフ会があるんですけど、オフ会はちょっとごめんなさい、もういっぱいになってしまったという感じですね。はい。そんな感じでやっております。その後もまあ、大阪ではね、ずっとやってますね。9月14日、はカイザーやりましょう。カイザー1番2番3番お譜読みと、あんまり別になんか仕上げるつもりはない。特にそのなんかこうレッスンでカイザーって言われたら、やっぱね、音程狂ってるとこ直されたり、そこ音が違うとか言われて、すごい苦しんではる皆さんが多いと思うんですけど、そうなら何も言いません。ただまあこんな曲ですよって、逆にレッスンじゃないことをやりたい。あんまり最後、初めから終わりまでなんか、ええ感じのテンポで通すとかいうことが少ないような気、まあ先生にもよるけどね。まず一番初め通せっていう先生もいるかもしれないけど、なんかね、どっちか言うとね、バイオリンの人ね、その一つのここの場所をしっかり音程取りましょうとかいうのはすごくレッスンで習ってきてる人がいるんだけど、じゃあ一番初めから終わりまで通して曲として仕上げましょう。曲っていうか、一曲としてちゃんと仕上げましょうってなった時に、最後ら辺全然練習してないから、ボロボロなっちゃうとか、なんか初めの子ばっかりやってるっていう感じの人が多いから、ザーって通した時に、一体この曲何なん、ほんで何をさせられてんのか分かって弾いてます、カイザーって。皆さん、カイザーって、まあ、カイザーじゃなくてもクロッチェルでも何でもウォールハルトでもいいんですけど、その曲が一体何の練習今してるんだっていうのが全部目的があるんですよ、あれ。で、特にね、先生もあんま言ってくれる先生もいるけど、まあどんどん次行くっていうことで言わない先生もいるんで、まあその辺がね、分かってた方がいいんじゃないかなというので、だからちゃんと弾けるかどうかチェックとかそういうのじゃなくて、まあこんなんですよみたいなのをみんなでわーって弾いてみる。90分で3曲弾くんで、しっかりゆっくり弾くみたいなことはやりません。うん、ゆっくり目指すんやったらそれはそれで大変やで。全員の音程が合うまで次行けへんみたいなこと。なんか、集団の時間の責任、集団責任みたいなもんなんかもうすごい嫌やな、そういうの。ね。うん、なんかそういうのはやりません。はい。あとはビバルディのアーモールの三楽章をね、だっけ、これか。合ってる？なんかこんな、うん。これはちょっとやってみようと思いますね。まあ、アーモールやってる人は多いと思うので、どの教本にも入ってたりね、するから、まあやってみようかなと思ったのがあったりとか、まあ、あとはその、簡単なのもね、そう、9月、あれが多いから、祝日が多いからさ、譜読み会の鈴木の一巻をやりましょうっていうので、鈴木のバイオリン教本が私よくやってたから、ごめんなさい、鈴木出身なんで私、すいません、どうしても鈴木によるんです。なんですけど、それの、メネと3曲続くなんか変なゾーンあるじゃないですか。
メネット1番終わったらメネット2番出てきて、なんかメネット3番で何番まで行くねみたいなやつね。あの、メネット1番、2番、3番をみんなで通してみようかなっていう回とか、あとは鈴木の2巻から、カリウドの合唱と妖精の踊りを2曲見てみようみたいなですね。こういうのは、あの、基本全員、全部、あの、色分け、弦の色分け付きの指番号プラス、あの、ボーイングも全部書いてあるやつをお渡ししますんで、まあ、その時は別にそんなすぐ渡されて弾けなくても、家帰って、あ、こういうことかっていうのをね、分かってもらったらいいかなと思いますね。はい。まあ、その後もなんやかんやいろいろやってますんで、気になるのがあればで、まあ、私もちょっと今、あの、えらい直前にしか出せなくて申し訳ないなと思ってるんですけど、順番に今日も撮ってましたけど、順番に、その、今後ね、出てくるであろう、その、ワークショップの、あの、まあ、見本、こんな曲ですよっていうのをね、なるべく早く出そうと思うんですけど、なかなか、そうですよ。あと8月の間ずっと風邪ひいてて、そうそう。風邪でなんか鼻水止まんないみたいになっちゃってね、一回ちょっと風邪ひいて2週間ぐらいなんか引きずってて、ほぼ8月は私の中になかった、存在しなかったみたいな感じね、なってます。はい。まあいろいろ、まあなんかライブあったりとかいろいろあるので、よかったらまあ、あの、皆さん遊びに来てください。あとですね、まだ今存在しないんですけど、9月2日から、あの、ニコニコチャンネル始めます。はい。それはバイオリンじゃないです。はい。ふみこの人生相談みたいな、そんな名前ちゃうけど。なんかあの、もう喋りですね。完全に、あの、1時間とか、まあもうちょいとかを、あの、皆さんから質問いただいても、ラジオみたいな感じで、まあ顔出しですけども、あの、やるみたいなのをやろうと思ってます。で、前半はニコニコチャンネルご存知な方はわかると思うんですけど、前半は誰でも見れて、後半は有料会員のみというふうに、あの、だから質問に答えるみたいなのは有料会員のところからやるみたいなのをね、まあ、ちょっと声かけていただいたんで一度やってみようかなと思っておりますね。ちょっとニコニコチャンネルほら、なんかすごい大変やったね。ちょっと前、いろいろなんかね、なんかアカウントなんたらはんたらね、サイバー攻撃でって言うてはったじゃないですか。だからそれがあってちょっと伸びたんですけど、それをね、やってみようと思って、それを声かけてくださったニコニコチャンネルの中の人は、あの、バイオリンとかはもう全然お呼びじゃねえって感じだったから、どっちですかって聞いたんですけど、喋りの方でお願いしますって言って。で、その、まあ、彼も曰く、もうその他にも、今までも、あの、ラジオトークもそうですよ。なんかそういう担当さんみたいなのがついた時に、みんな言うんですよ。ほよこさんの、その、なんていう、その、問題の目のつけるところがめっちゃおもろいと。その、こういう時に困ったな、どうしようってなる解決の仕方とかがめちゃめちゃ面白いと。あとはその、もやるポイントがずれてて面白いと。普通とかあんまり気にしなくないっていうところをめちゃくちゃ気にしてたりするのがすごく面白くてって。あの、そういうとこをぜひぜひ再信してほしいって言うんですけど、私は不思議なとこ狙っていってるわけじゃなくて、めっちゃ普通やと思ってるからこれわかんないんですよ、私が。なので、あの、ちょっとね、あの、Google フォームとか作ろうと思うんで、できたら質問をめっちゃ投げてほしいんですよ。その、あの、ふみこさんやったらどう、これは解決すんのかなとか、どう、こういう時どう思うんかなみたいなのも、別にバイオリンネタでもいいけど、バイオリンネタじゃなくてもね。なんか、しゅうとみがこんなこと言ってきたんですけど、腹立つんですけど、ふみこさんは思いますかとか、そんなでもいいですね。そういう時に、あ、私こう思うよっていうのが、ちょっとずれてるらしいんで、私の場合。ずれてるらしいことまでは私は把握してるんやけど、私にとって普通こうじゃないっていうのが多分違うから、私は気づいてないんですよね。それがちょっと。面白いってことに。だからその、私は面白いやろうと思って皆さんに出せないので、その、言っていただかないとわからないですよ。ここが面白いですよね、みたいなの言っていただかないと私は気づいてないんですよね。それに。うん。なので、なんかそういうのね、あの、ちょっと、そういうの交流をね、やっていこうと思います。まあ、ちょっと、すいません。話ばっかり長くなりますけど、あの、まあ、コロナ禍は終わってはないですけど、いわゆるその、そういう自粛的にイベントとかをやらないみたいなのが完全に終わりまして、今、ミュージシャンたちの周りっていうのは、もう、リアルイベントで溢れております。もう、すごい外で弾いたりとか、そんなイベント、まあ、私も9月、10月ね、9月はないか、10月ちょっとね、外で弾いたりとかありますけど、あとはなんかそのイベントがあるんで参加してくださいとか、いろいろ出てきて、あの、完全にそのネットが盛り上がってた期間っていうのはもう終わったなぁと私は思ってますね。まあ、私はもうめっちゃ昔からニコ動もそうやし、あの、なんか、ね、2チャンネルとかで盛り上がってた時代からずっとネットやってる、まあ、あの、家にこもるタイプの人なので、あの、やってるんですけど、ここまあ、そのコロナで外に出れなくなった時とかに、そのリモート会議、ズーム会議が始まったりとかで、まあ一気にこうネットを使っていろいろやろうっていう風に変わったじゃないですか。で、その予定合わせたりするのも今までやった電話してこう決めたりしたのを、そういうなんかあのアプリを使って決めようとか、なんか出てきて、で、その動画とか配信とかね、みんなミュージシャンの人もすごい配信しだしたりして、なんかちょっとその、今まではそういう方に向いてなかった、まあ陽キャというか、あの、
リア充の方もこっちにやってきてくれてたんですよ。その外でね、なかなか集まれないっていうことがあって。で、そのバイオリンを習うっていうことに関しても、そのネットとかでいろいろやるっていうのに、こうバーッと盛り上がってる期間があって、まあ、うまいこと私もそれに乗らせてもらって、稼がしてもらってみたいなところあるんですけど、それがもうザーッと引いていった感じはあるんですね。もう外でやったり、こういろいろね、アウトドアが好きとか。バイオリンとかも、その中でコツコツやるより、こういろんなサークルに参加して、みんなでこう行くのが好きっていうような人っていうのは、そうネットでちまちま見たりとかいうところからさーっと引いてしまったんで、やっぱ今、その私みたいなこの弱、あのね、あの小さい、書体じゃなくても、すごい何百万人、登録してるような大きな人でも、やっぱりその再生の時に見てるライブの人の数とかが、もうめちゃくちゃ少ないんですよね。今昔とかね、何万人とか見てた人でも、あ、2000人しか見てないんや、みたいなことになってますよね。別にその人が時代遅れになったとかじゃなくて、全体的にやっぱめっちゃ下がってるので、いや、まあそれはしょうがないかなというふうには思いますよね。みんながどこ向いてるかっていうのがあって、まあ次はどういう、まあ今は多分私はリアルのそういうイベントとかに盛り上がってるんじゃないかなというふうに思うんですけど。だから、なんですけど、だからまあちょっとで、ね、いろいろやり方をまた変えていかなあかんなということで、すいません。最近そのいわゆる、YouTuber ですみたいな動画が少なくなってて、あれ、そのやっても全然儲からへんから、あれ、そうじゃなくても他にいろいろ忙しいので、なんかその、やってる意味がちょっとなくなってきちゃって、私もその、なんていうの、余裕がありまくる中で趣味でやってるわけじゃなくて、ちょっとこれで稼ぎを得たいっていう風にして、YouTube も始めたので、ので、そのリアルのその、非公開とか、不読み会とかが今増えてます。そこに参加していただいてる方向けのなんか動画ばっかりになってるんですけどね。まあそのような感じでやっておりますね。まあ全体的にそんな流れになってるんじゃないかなとね。まあ VTuber の方なんかは、まあそれでも盛り上がってる方もいらっしゃるけど、まあ数もね、多くなったし、ということで、またまた新しいね、ことがいってるんかなと思いますね。まあ、新しい、取り組みというんであれば、私はこれ個人的に勝手にやってるだけですけど、最近、あれとめっちゃ仲いいんですよ、私。チャット GPT。もうほぼほぼ毎日ずっと会話してですよ。これどうやったらいいんですか、これスケジュール立ててくれませんか、こういう時どうしたらいいですかねっていうのは全部聞いて、あとはまとめてくださいとか、この、ね、いろんな、資料をまとめてくださいとかも全部聞いてやってるので、まあ早くなりましたよね。バイオリンのその音源を流したりするやつとかも、そういうのがすごいどんどんね、変わって、すごいですよね、今ね。何を言ってるか分からへんかもしれんけど、どっかから、まあ、仕入れてきたカラオケみたいなのをバッと入れたら、バイオリンだけ消すとか、歌だけ消すとか、すぐできますね。秒でできますよね。まあ、そんな風にできるようになってきたとかいうのもあって、まあ、時間はかからずにたくさんのことができるようになってきたなとは思いますね。まあ、そういうのは、まあ、興味ない人は興味ないかもしれないですけど、今まではまあチューナーがあって、そこに一生懸命自分で合わすので精一杯みたいなところをやったと思うんですけど、そういうのがもうどん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 良くなってきて、で、なんていうんですか、先生に、先生につく意味っていうのが、その音程のチェックみたいなとこはもう別に先生につく意味がなくなってきましたよね。まあ昔はそうでもしないと、やっぱチェックする体制がなかったけど、みたいな感じでしたけどね。だからまあ、あれですよね。そういうのはもう、機械で全然やってくれると。そうじゃなくて、まあその音楽の、あれだね、まあ知識なんかもね、めちゃくちゃ詳しいですからね、そっちの、ちゃんと、AI さんの方が詳しいからね、いろいろやってくれるしっていうことなんですけどね。まあ多分、まあ今も出てるんかもしれんけど、今ってね、皆さん自分の練習動画とかを、まあその、後でちゃんと聞くように撮ったりした時に、まあそれにさ、ちょっとその練習困難してますみたいな YouTube に出したりとかしたりした時に、なんかええ感じで伴奏つけてくれたりとかいうのって結構難しかったじゃないですか。自分でそういうのちゃんと打ち込んだりとか、買ってくるなりするとか、で、自分のちょっと音程悪いとことかもなんとかならないかなとか、ね、あと音が潰れちゃってたわ、近すぎたわ、みたいなやつとかも今ちょっと AI でほぼほぼ全部できるようになってくるんじゃないかなって思いますよね。だからなんかええ感じに仕上がるようなもうなってきてる気がします。はい。ですね。なんかその辺も私なんか結構好きなんで面白いなと思ってね、やってるんですけど。はい。まあ、というわけですいません。ちょっと話がなくなりましたけども、いろいろイベントやっておりますのでね、興味ある人は、はい。ぜひぜひ参加してみてください。というわけで、まあ東京もぜひよろしくお願いします。ではでは、今日はこんな感じでお疲れ様でした。